よいしょ。よいしょ。どうだ？もう行った。雨止んでます。しばらく止みっぱなしで風もなんか気持ちいいんで枠取ってみました。おじさんです。こんにちは。あとここ結構今日のルートのハイライトだと思うんで、晴れる。結構青空は朝から見えてたんですけどね、バラバラ降ってたんですよ。で、朝からもうずっと止んでて、こうやって道路乾いてきたんで、枠取ってみました。まあ、30分ずつ取っていこうと思います、雨が降るまで。回復とまでかは分かんないんですけど、どちらかというと午後からの方が天気予報じゃ悪いんですよ。なんですけど、まあ一応取ってみました。いや、畑ばっかり。またバッテリーか。またバッテリーが登録された。あと読み上げは今日聞こえてません。ヘッドセットなんで。何がある？この先やばいっすか？ピンマイクが壊れてヘッドセット使うようになったので、スピーカーを使わずに耳でイヤホンで聞いてます。なので皆さんには読み上げ聞こえてないです。よいしょ。じゃあ出発。バッテリー情報？あ、市場のやつですか。あんなに全部の放送で追加しなくてもいいと思うんですよね。わお、おはようございます。あ、それかいつもどこでも追加されてあれじゃないのかもしれないですね。まあ、その追加され続けてる商品、私も2個買ってしまいましたが、やっぱ容量、値段比 ホンダのやつってどんなんだっけ？対向車、そうですね。まあ、ここ広域農道って言って、まあ、作業用道路ではあるんですけどね。ジム道。一応ここツーリングマップルでおすすめ道路になってます。古いツーリングマップルで直ったっていうか、ヘッドセットを予備に持ってきてたんですよ、前使ってたやつを。なので今スピーカーから流してないんで、音は皆さんには聞こえないし、あと確か青森県も片耳は OK という文字表記はなかったはず、条例の中に。神奈川県は片耳イヤホンなどが OK って書いてあるんですよ。あ、でも今の車ですか。は違うと思います。そう、やんで道路が乾いてきました。あ、そうだ、さっきツイートし忘れたんですけど、わさおはまだ出勤してきてませんでした。あれって自宅から出勤してきてるらしいです、犬の、秋田犬のわさおで、かわり白い猫が小屋の上に乗ってました。で、わさおに会えずじまいでございます。そう、片耳でも解釈の仕方によっちゃダメと解釈できなくもないんですよ。まあ、ルールの話と、あとは実際に危険かどうかの話がありますけどね。トラック、あ、軽トラで、なるほど、そういうことか。おはようございます。車、まあ飛ばすでしょうね。今ここ多分今出てると思うんですけど、地図見たらすごいですよ、この道。おはようございます。細い線の道なんですけど、まっすぐです。あ、養豚場、よくご存知で。この道走ったことあるんですね。しかも車じゃなくて、おそらくバイクか自転車で。なんだっけ、水曜どうでしょうね、あれは。あ、そう、ふかふかの秋田犬、長毛種って書いてありましたね、長毛種。うわ。あ、そう、白猫2匹と、白とグレーの、ま、模様のやつを1匹見ました。白は3匹いたかな。あれ？メロンロードって書いてある。 あれ？米米ロードじゃなかったのか、これ。ツーリングマップルだと米米ロードって書いてある。電波は通信は4までやってます。さっきまで止まってた みたいな。民宿の人も言ってたんですけど、やっぱフォーマーが強いんだそうです。前は au が強かったけど、今フォーマーにかなわないとか言ってましたね。なぜかメロンロード。これは何かな。まあ、米って書いてあったのは、
5、6年前のツーリングマップルですけどね。おお、宅急便。あ、そう、天気が、そう、米米ロードでひらがなの米に漢字の米にロードって書いてあったんですけどね。もしかしたら区間によって名前が違うのかもしれない。今日風向きはなんか割といいし楽だな。メロン、今の時期はもうメロン終わってるかな、どうかな。北海道は、確か愛国駅の前でメロン食ったことあるな。帯広の。おお、稲が。あ、虫の音聞こえてます。このヘッドセット結構マイクの音質いいですよね。前比較した中で一番良かったやつ。あ、おはようございます。いつものピンマイクよりも声が口元に近い分少しクリアだと思います、多分。冬景色、冬には来れないな、自転車だと。この道なんかも除雪してあるのかな。マイクはいつものマイクじゃなくて前使ってたやつを再利用してます。前はヘッドセットでイヤホン付きのやつだったんですけど、イヤホンとマイクだったんですけど、イヤホンが叩かれるようになり始めてから、あ、ですよね、クリア、えらい声ですか。で、そのイヤホン装着走行が叩かれるようになり始めたんで、念のために100均スピーカーによ100均スピーカーを、ま、ヘルメットに貼り付けて、そこから流すようにしてたんですよ。あ、風も確かに。そう、こっちの方は今見てないんですけど、深浦とかあっちの五能線沿い走ってくるときは風力発電の風車が多かったです。つまり年中風が吹いてる。お、この匂い、この匂い豚かな、これか、豚、あ、津軽豚って書いてある、これだ。おお、なるほど、確かに結構匂いますね。なるほど、地獄。車でそっちはそっちかな。もっと悪い人がいるから自分の対して悪くないことはいいんだっていうのはちょっとあれかなと思ってるので、車の方も取り締まってほしいし、自転車の方は実際どうかっていうのをちゃんと、あと容認するかどうかって話だったら、イヤホンもそうだけど、あ、おはようございます。自転車の飲酒運転っていうのも犯罪ではあるけど、前容認されてましたよね。それもなんか世間で極端なんですよね。めちゃくちゃ叩くか完全に容認するかどっちかしかない。はあ、あ、そう、ひまわりずっと咲いてましたね。いや、ひまわりあったじゃないですか。あと養豚場と、あ、ほんとなんか北海道みたい。ん？日本海側？なんか森みたいなのありますね、前方に。あと風力発電の風車ある、また。あ、牧草ロール。あれ、ビアさんまだこっちの方なのかな？もう青森の方に行ってると思ったけど。あと、この辺りはこういう池、ため池かな？多分この感じ、ため池ですよね。ん？大学、そうですかね。大学時代って十何年前だ、12、3年前かな、もっと前か。おー、結構暑い、じっとしてると。これこれ、牧草ロール、北海道だとしょっちゅう見ますけどね。あと本州の方でもごく稀に見る気がする。ん？告知、あ、告知というか、朝の時点でちょっと雨降ってるから今日は基本的にできないと思いますって言って、でもその後この天気となんかその空気が乾いてきたんで、なんか北海道っぽいですよね。あ、そうそう、この皆さんに読み上げ聞こえないときにはどれに答え出るのかが分かりやすい言い方しなきゃいけないよな。うん、小ぶりロール、あー、ロールはあれ、熟成させるときはカバーかけて、かけてないときはどうなってんだっけ。それかこれからかけるのかっ
て、でもここのとこの豪雨でもしカバーかけるタイミング逃してるんだったらアウトですよね、きっと。あ、そうだ、さっきこっちの農道に入る手前のところで女性サイクリスト見ましたよ。サイクリスト1万2万、へえ、そのぐらいなんだ。もう少し高いかと思ってた。結構大量だし、あれで女性サイクリストで、しかもキャンプ装備だった。で行く方向が500キロそんなあるんですか、あれ。そこまで重いんだっけ。あ、普通か。でその女性サイクリストは青森の方に直進していきました。そう、女性サイクリスト、でも女性サイクリストでソロでしかもキャンプ装備って珍しいよな。でパニアバッグはオーストリッチの P115 だった。クリーム、うん、サイクリストとかチャリダーか、可愛かったかは、雨具着てたんで最初男性か女性か分からなかったんですよね。そこのとこだけ伝わって電波切れてるのか。最悪のパターンだな。ふとふとか、まあ伝わってるかどうか気にせずに喋りますけど、なんかその人が雨がっぱ来て下向いてなんか自転車をいじってたんで思わず立ち止まって話しかけようとして、で顔を上げて初めて女性って分かったっていう。そう、女性キャンプ珍しいですよね。なんか列車も使いながら移動してるって言ってたけど、そう、行く方向が出会ってから100メートルぐらいのところの曲がり角で行く方向分かれました。もう同じ方向になってたとしてもそれなり気まずかったかもしれんけど、どう考えても下心あるようにしか見えないですよね、こういう場合は。でも結局自分生放送してるんですよとか、なんかそういうことしか喋れなかったな。特に興味はない感じだった。ああ、キャンプツーリングでしたよ多分。確かキャンプって言ってた。パニアバッグの上にでっかいスタッフバッグみたいな。ああ、年齢ちょっと分かんなかったです。どうだろう、そう、パニアの型番が前使ってたからよく覚えてるんですよ。あとビアさんと同じパニアですよ、あれは。バッグは国内で自転車ツーリングで使うバッグっていうとかなり絞られますね。普通の店で店頭で売ってるやつが種類少ないんですよ。アズマ産業のオーストリッチっていうブランドのパニアバッグかサイドバッグか、あと今回私が買ったオルトリーブの防水バッグ、他はあんまり見ないな。うん、ナンパしたとこまで大丈夫かな、道は。そう、あ、喋ったのはちょっとだけですけどね。結構報告、あ、昔そういうことありましたね。北海道で、いや、名刺渡すとかなんかそういう押し付けがましいことは特にしなかったです。お、そう、スタッフ全開で、あ、そのあたりで今声通ってるんだ。名刺渡してないです。そんなのなんか何様って感じじゃないですか。見ず知らずの自転車乗りから突然声かけられて、で生放送やってますとか聞いてもいないことを教えられて、で最後に名刺渡されるって、はあ、あ、これは、あ、メロンか、ここかな。なんかもう取った後なのか黄色くなったのがボロボロしてるけど、夫婦で、あ、こっちはスイカだ。
スイカをコロコロしてる。 GoPro だとこれ見えるかな、スイカっていうのは。ほとんどそれはどれだっけ。通常配信した方がいいかな。18KP。 おっと、かすかに混じってる砂が痛いな、突風の。ホットスタジオと出会いふれあい生テレビで放映、紹介された店だけど何の店かわからない、はあ、あ電波全然来てないっぽいですね。あ、ん、今なんかって北海道から今なんか、お、トンボがつがってた。あ、そうだ、録画はあ、できてるな、よし。 GoPro の方が録画できてなかったら悲しいので。おお、風車って生地メロン、ああラグありますね。生地が横切った。あ、さくらさんいらっしゃいませ。フロムカナダのさくらさんですよね。ああ隠れた、残念。今路上、生地が横切ったのでカメラで追おうと思ったんですけど逃げられました。今ここも、あ、いや、あ、すいません。あ、メロンクマ、北海道にはヒグマですよね。うん、あ、声聞こえる、なんだろう、分からん。ダメですね、さすがに人住んでないから電波厳しいか。宿は、いや、まあ、探す時もありますけど、昨日なんかはもう本当に夕方、まあ、3時4時あたりに予約しましたね。そうそう、確か 3時に。今日は道の駅泊まるつもりです。今日こそ、まあ、道の駅泊まるの気合い入れるのもなんですけど、今日は外、あの野外泊まりにしたい。なんか宿に毎日泊まってるとちょっと負けた気になってきた。まあでも本当にありがたいんですけどね、1日目2日目のタダで泊めてもらったり。津軽、ん、津軽ヘビアジ線、なんかこの文字列は聞いた覚えがあるな。あ、トンボですよね。あれって確か、あの、尻尾というか腹部の先の方に爪がついてて外れないようになってるんですよね、交尾の間。生地ってことは2、3本くれ。今日は、音声というとずれてる。タピ崎の方まで行けたらいいなと思ってます。タピ崎の手前の峠越えられるかどうか、今日中に。ダメだったら、小泊まりっていう手前のところの道の駅に泊まろうと思います。真っ黒、あ、フロムカナダですよね。どうも、まだ暑いかな。ここのとこ雨なんで涼しいだけで。クマ、作業車映ってますか。以上、あ、なんだろうな、多分 FMLE がバッファーで
サーバーに送るのに時間かかってるんですよね。多分そこのところで遅延が発生するから、ニコ生サーバーカーだとどうしようもないってことかな。来てますかね。うん、多分回線が細いから、そのある程度の塊をサーバーに送るまでに時間がかかるんじゃないかな。あ、ボイム聞こえないとラグが。白いヒグマアルビノか。女性とは、とは言ってない。道の駅、いや道の駅はどちらかっていうと、そういう野宿してる人いるんで、特に車中泊の人多いんで、あんまりなんかガラ悪いっていう感じじゃない。今なんかガルラって言ったな。ガラ悪いという感じはしないですね。あ、またメロンが。ここも収穫終わって捨ててあるやつなのかな。あ、今ここ、あ、そっちはもう多分アプリがおかしくなったか、今ここサーバーが死んでるかどっちかでしょうね。こんだけ電波いってりゃ、作業員、それはちょっと、負け。 500m ですよね。それは計測済みです。平均勾配 7. 何パーセントぐらいなので、ヤビツ1ヤビツ弱ってとこですね。神奈川県の基準で言うと1ヤビツ峠弱。これで今ここが、うん、行かないな。これはもしかしてサーバーが落ちてるのかもしれないですね。コメントやり取りできてるから、今ここの位置情報ぐらいは軽く届くはず。あー、止まったか。音声だけ、うん、おかしいな。音声だけっていう状態は FM エリアだとないと思ってたのに、結構ありますね。青森っぽく見えますかね。私はこっち来て、あー青森だなっていう風に思ったことが実はあまりない。なんか北海道の方にイメージがいってしまってるのかな。うん、牡蠣使用可能か。え、牡蠣使用は、道の駅ってことですかね。うーん、火使ってたらダメって言われますよね。テーブルの上でそのシート敷いてコンロを使うだけさせてもらってるんですけど、うわ、怖っ。壁がオーバーハングになってる。手前に向かって倒れてくるんじゃないかな。あ、放送してます。天気は結構良くなってきました。っていうか日焼け止め塗ってないからまずいかな。風車今1個しか見てないです。確かに風車って普通そんな単体じゃなくて 2,3 機あったりしますよね。でも見たとこなかったよな。13個まではあとどのぐらいかかるかな。13個までの距離が26キロか。まだ結構あるな。13個着いたら、あの 宿でもらったおにぎり食べるかな。多分13時頃。あ、初見さんいらっしゃいませだろうけど、あれ、あ、コメントがこれ今流れてきたのか。振り出しサンキュー、津軽ヘビジャミ線。あ、なんか公園がある。あれは国土地理院知事じゃわからんな。何もないのもいいですよね。
そうそう、農道、広域農道です。トラック結構多いですね。でもさっきから少し減ってるように思う。まあでも今日平日だし。お、風車って何年で元取れるんですかね、電力的に。設置費用と。お、津軽亀ヶ丘焼き四季路庵。あ、収穫ってのは稲の方ですかね。国定公園平滝沼。沼どっちにあるんだ。あ、この辺り一体沼だ。ってことは今の時期は蚊がすごいんじゃないかな。北海道の釧路湿原で黄色くてでっかい蚊に襲われた時はひどかったです、はあ、ん？タッピーに行けばいっぱいあるのはなんだっけ、店かなんかのことかな。タッピー崎にはホテルでやってるタッピー温泉っていうのと500円のと、あとは道の駅があるので、あ、ペペペさんいらっしゃいませ。声届いてますかね。あ、回復した。それは何より。電波悪いとこっちもなんか気苦労しなきゃしながら走らなきゃいけなくなるから。あ、まあでも GoPro の方に映像残してるから。あ、残り3分だ。あ、戻った。日が照ってきた。日焼け止め塗ろうかな、どうしようかな。うん、小泊まりかその先のタッピー崎の、なんだっけ、ひらがな4文字のま、み、なんだっけ、なんとかっていう道の駅に泊まるつもりです。まあ小泊まりで峠の手前まで来た時点でどうかな、30ぐらいまでにつけたら行くかな、どうしようかな。まあ別に道の駅だから日が暮れたとしても、うん、北海道には行かないです。あの今度の月曜日に新幹線取ってるんで、青森か、新青森から周りですか。あ、サクサク。昼飯は宿でおにぎりもらってきました。お願いしたわけじゃないんですけど、あのおにぎり作りましたんでって持たされました。はあ、ちょっと日が照ってますね。いやいや暑くなるな。あ、タイムラグなし。あ、しじみといったら北海道だと鏡沼かな、イメージとしては。峠きつそうですね。あそこ確か勾配が 7% オーバーぐらいのがずっと続くんですよね。はあ、上陸して、はあ、今も会社では同僚働いてるんですよね。あ、それ考えるとなかなか気分がよろしいな。はあ、またラグ出始めた、はあ、あ、お疲れ様です。はあ、味いこう。うん、結構カットしなきゃいけないんじゃないかっていうところが何か所かあってめんどくさいんですよね。はあ、泣きそうに。そうですかね。じゃあテスト、次は取ります。はあ、お疲れ様です。はあ、このままずっと雨が降らなきゃいけどな。今日くらい、あ、じゃあ大したことないですね。普通くらいだ。お疲れ様です。あ、トラックそうかな。 あ、津軽平野っていうのか、この辺りの商宅地なんだと思うけど。あ、暑いし。
日焼け止めも塗るか。よいしょ。おう。そう。よし。日焼け止め、あ、その前に枠取るか。GoPro 止まったか。あ、動いてる、よかった。 GoPro の給電ケーブルが抜けてました。枠取りで、あれ、タクタ FMLE コピー、ああコピーできてない。よし、お、よし、お待たせしました。お待たせしました。ちょっとあの、枠情報のコピーペーストを FMLE にコピーペーストするのは時間かかっちゃって。よし。じゃあちょっと止まったついでに日焼け止め塗っていきます。結構日が出てきたんで。どっち入れたっけ？こっちか。晴れてきて本当です。でも午後はまた悪くなるらしいんですけどね。よっと。あった。よし。やっぱ大丈夫ですかね。まあこの先どうなるか分かりませんけどね。じゃあちょっと日焼け塗るので応答できなくなります。スピーカーがないから、あの、読み上げが完全に聞こえなくなるので、ここにこう置いて、袋の裏、何の袋かな。よっと。じゃあ塗ってまいります。
戻りました。足に日焼け止め塗る必要があるのはふくらはぎが焼けるんですよ。ふくらはぎが常に上を向いて日に当たっているので、初めて日焼けした時の一番痛かったのが、しまった、こうじゃない、こうだ。尻は大丈夫、パンツ履いてるからよ。レッグカバーがですね、私暑くて苦手なんですよね。動きも布地に制限されるし、なのでちょっと私は日焼け止めでやってます。なんですけど、日焼け止めだけでもやっぱ防げないですね。そうです。アームカバーとかの方が日焼け効果は強いと思います。あ、日焼け止め効果強いと思います。すし、アーツさんなんか見てるといつも肌出してないんですよね。しかしそれじゃ腕毛で風を感じられないじゃないですか。セミはそうですね、じわじわいってないです。サドル、シミに、老人斑見たらもう気にしてられないですけどね。今順調に老人斑が育ちつつあります。じゃあこれでいいかな。これをまたスタッフバッグの中に入れて、念のために。おっさん 両手で塗るからか。だって片手で塗ってたらちまちましてもうまだるっこしいじゃないですか。まだるっこしいじゃないですか。ん？シミが？ん？サドルの穴、これはですね、なんていうか血管が圧迫されるかどうかの話なんですけどね。包装は、雨が、ウィザードのフォーシーズン。ウィザードのフォーシーズンは、なんかそれは、アームカバーの癖して腕毛による風を感じることができるんですかね。だとしたらすごいな。イエス、10日間。危ない。出発するとこだった。サドルの穴。ツールドラフランスじゃない。ツールドフランスで、走りながら用を足すっていうネタがあるんですけど、あれ本当なんですかね。それのおかげでかどうか知らないけど、サドルの穴でうんこするだの、しっこするだの話がよく出ますよね。ツールドラフランスはもう今年は締め切ったんじゃないかな。もう定員になったんじゃないかな。ヨーロッパか。今こ、あ、さっき出てたんですか。夏ジャージとどういか略。ん？モンベル、スタッフバッグの話かな。ウエストバッグの中に、このノートパソコンを入れてるスタッフバッグはなんかメーカーわかんないやつです。工実3層で700円か500円かな。買ってきました。残すはまだないです。うんこは我慢できます。人間うんこは我慢できます。腹板を除いて。で、尿の方は我慢本当できないです。冬とか特に。本当に耐えられない状態になるんで、尿はさすがにあります。申し訳ないけどあります。の糞はないですね。さすがにそれは我慢できる。だって人間2、3日糞しなくたって耐えられるじゃないですか。便秘だったらもっと長いわけだし。でも尿は耐えられないですよね。作りが違うから。ん？漏らしてた。我慢できない。それは難儀の体質ですね。本当に。電波が。イエスの尿。電波ありの仕方がないですね。そんなフラグいらん。13キロ。13キロ P っていうのは、さっきからキロ P ってのは何かな？何かな？葉っぱか。切れそうだけど。大我慢は通常の状態だったらできますよね。ていうか、うんこ出た、ほんと好きだな。下痢は別ですね。
そうですか。ていうか、フンの話が大好きな人が何人か、まあ一人かもしらんけど、いますよね。はあ、うん。便秘、旅行して2、3日は便秘っぽくなるんですけどね。うん。電波に。はあ。この辺は昨日とて降ったのかな。おお、あ、ネギだ。この色はネギだ。私の嘘、一般的なんであえて外しました。わざと外してます。アフリカゾウか。お、雑草かな今の。うん、乗らないで申し訳ないです。風対策はどのぐらい効いてるんだったかな。ピンマイクは付属のウィンドスクリーンだかウィンドシールドだかを、まあスポンジをつけてるんですけど、あ、またスイカ。ん、今の道右行ったら、ダメか。で、この先左右に水、湖かな、沼かな。あ、電波切れたかな。左手の湖は見えるけど、右手、あ、あったあった。あ、結構濡れてるな。お、こんにちは。キロポスト、キロバトル、よっと。スピードはちょっとわかんないんですけどね、サイコンつけてないので、多分まあ20キロ巡航ぐらいじゃないかな。一般的な自転車の巡航速度って25キロぐらいだと思うけど、私はもう自分の負荷にならないように好きなだけゆっくり走ってます。20キロは超えてはいるかな。エクセル、まっすぐだな。ジュンサイナメコ、メロンロードって書いてあるな。亀ヶ丘遺跡って、亀ヶ丘ってなんか見たな、さっきどっかで。あれ何で見たんだったっけ。わあ、まっすぐまっすぐ。どうでしょうね、この辺やってたっけ、覚えてないな。
本当池とか沼とか湖ばっかりだな。参加校何の話されてるのか全然わからない。繊細な幼児期。幼児期の終わり。幼児期じゃな、何の終わりだっけ。タピ崎まで行きたいです。でもダメだったら一山手前の小泊っていうところに泊まるつもりです。距離的にはどんぐらい来たかな。9時、まあ半ぐらい、あ、電波来た。9時半ぐらい出てもう2時間弱。え、ごそごそ。なんだろう。あ、またうんこの話してんのか。ほんと好きだな。うんこネタが好きな人とホモネタが好きな人は、無限にその話ができますよね。多分そういう人を2、3人セットにしとくと、一日中そういう話してるんじゃないかな。あ、サクサクに。あ、車力なんとかっていう文字列は見た覚えがある。何でしたっけ？車力って読むんだったっけ？あれ、何て読むんだったっけ？その文字列は何か覚えがあるんですけど、何だったのかは覚えてない。本当に受け付きだな。あとカレーの話はもう使い古されすぎて。タピ岬。あ、蒸し暑いな、蒸し暑いです。天気はなんか晴れちゃってます。メロンロード。自転車雑誌は自転車人をたまに買うぐらいです。一応立ち読みでサイクルスポーツとあれ？バイシクルクラブか。わあ、ちらっと見ますけど、大体興味がある内容であるところの自転車旅行の話はあんまりないんですよね。あ、幼年期か。そうそう、幼年期だ。食べたことあるわ。今なんか汚い話だったかな。じゃあ答えない。長いな、この工事区間が。そう、自転車人くらいですね。自分の趣味にぴったり合ってるのは。味噌カレーミルクラーメン、確か新名物でしたよね。あれじゃない？まあ、新名物ってそんな新しくはないけど、B 級グルメからスタートしたんでしたっけ？まあ、スタートというか B 級グルメなんでしたっけ？お。あ、ジェシーさんいらっしゃいませ。いますか？あ、平日、いや、そういうわけじゃないか。運転手さんがこわもてだった。バスのガイドさんが美人だったように見えたが、ちょっとよくわかんなかった。車で？食料は今のところ大丈夫です。ラーメンとパスタと、あと宿でもらってきたおにぎりとカロリーメイトがあります。あ、久しぶりの人いらっしゃいませ。これ工事して、海底駅入れるんでしたっけ？行くときは行ったことないところで、まあ、休みが例えば3日あったら3日で回れそうなエリアに向かっていきますね。結構この辺道、なるほど、補修対象になってるだけあるな。あ、しじみラーメン、青函トンネル。まだ行ってる。有料で。あ、海底トンネル、あ、海底駅ですか。テスコの旅って漫画で見たことだけあるんですけどね。
確かなんか保線区というか、正式な駅とはちょっと違うんでしたよね。13個、JC3。皆さん候補、さっき女性サイクリストで、しかもキャンプ装備の人に会いましたけど、100メートル行ったところで道が分かれました。ウニークラドンか。ここは道、これ剥がされてんのかな、一旦。かなり凸凹してます。まあ 32C のミシュランじゃないや、ミハイルさんか、いらっしゃいませ。シュワルベの丈夫な 32C のタイヤ履いてるんで、このぐらい平気の平左衛門です。ウニもマグロもイカも食べましたね。っていうか、それ一晩で食ってる。本当にここ周り何もないですね。ただまっすぐ。平気の平左衛門は平気の平座の省略してないバージョンです。平気の平座を前辞書で引いたら、サスペンションは揺れてますか。今思いっきりサドルに腰据えてる状態でガタガタ道走ってますからね。立ちこぎすればそんなに細かい振動は来なくなるんですが、ジャガバタはこっちどうなんだろう。ていうか、ジャガイモ畑見てないです、こっち来てからは。多分道がむちゃくちゃ良くなった。ああ、この状態にしたいのか、さっきのところは。いや、これ舗装してない。この白線の外側の茶色いところ、これただの土だ。多分ここからさらにどうにかするんでしょうね。仕事サボった。だって遊びたいから。女性配信者はまず見てないですね。女性だからって理由で見ることになんか自分が耐えられなくて。青森に何食べられる？ウニはとりあえずは宿で食べましたよ。宿というか、なんというか難しいけど、表現的に。あ、そうか、9月9、11か、今日。どんな放送は自転車放送ばっかりです。ていうか、自転車放送で自転車っていう、畑あった、カニ。自転車っていうキーワードで検索して出てくる番組を自動的にコメビューでコメント取るようにして、でコメントの内容を見て、ざっと見て、興味があったら見たりしてますね。おはようございます。夕日どうかな。いや、なんかうぶというか、なんか出会い中アレルギーみたいな感じかな。なんか、釣り放題っていうか、勝手にコメントは取ってるんですよ、全部自動で。で、後でそれざっと見て、タイムシフトで見たりしてます。明日、そうか、9月12日か。どうなんでしょうね。とりあえず、iPhone5 の中身が分かってみないと。些細の初めてやったという人間ではないですが、私は。ただずっとやってるっていう話だと、結城さんと、おっと、結城さんと私と、あと3人以上やってる人、誰かいたかな。あ、そうか、あの人もやってるか。最近はあまりやってないけど、あの人もずっとやってる。見るに足りないかどうか、それぞれの価値観なので、何とも言えない、私は。ジョーの駅前？ジョー。自転車クラブの女の子？あ、ここまだメロンロード。マリオさん、放送はもう今やってないですよね。いや、実は、ベスコミュニティとかでやってたら知らないですけど。マリオさん、今リアルの方で自転車楽しんでますよね。まあ、こっちがバーチャルってわけではないんですが。悪意、どれ？今日、あの人も。いや、なんかあの人って、名前出して関わり持ちたそうに見えてしまうと、
あの人があんなこと言ってたよっていうのが変に伝わってしまって、向こうに迷惑かかるから嫌なんですよ。ニコ生は別に生主同士が絡まなきゃいけないっていう風潮があるわけではないと思うんで、一人の方が放送しやすいって人も多いですからね。ここも道はいいけど路肩が全然できてない。少ないですかね、人数で言ったらかなり多いと思うけどな。でもこの辺りあんまり自転車車載のリスナー側からの立場として見てしまうと、私も叩かれそうだからやめとこうかな。地味地味。ただむちゃくちゃ小さいノートパソコンっていうのがあんまりないんですよね。天気本当に。ナンバー。自転車ナンバー制の話か。結構あれ騒ぎになってますけど、どうですかね、やんのかな。私は神奈川県だから多分関係ないけど。釣り配信。リアルの釣り配信は結構すごいですよね。スガコの時の。あの時放送したんだったっけ？線香花火やったんだっけ？乗る人は、3年前に比べたらまだ増えてますよね、多分。いかん。よく考えたら、せっかくこういうとこ走ってるのに、全くこの場所のこと喋ってなかった。GoPro 的には今の時間は最悪だな。ニコ玉の方のネタばっかりになってしまった。といってもものすごい景色とかいうのがパッと出てくるわけじゃないんですけどね。旅が大手って私は人格的にはどうかな。とりあえずできるだけ作らないようにはしてます、放送向けの人格を。高速道路、車載放送って意味だったらそれこそそれぞれですけどね。私は自転車旅行が好きでそれを見せたいだけであって、自転車旅行の趣旨にそぐわない放送が悪いってわけじゃないですから、それぞれ見せたいところが違うということで。なんか八方美人っぽいな。好きな人いらっしゃいませ。同時放送あれか。今日は道の駅どっか泊まろうと思ってます。あれだ、ジムニさんの都続けて筑紫餅もらって、でそれでマリオさんが確かサドルの後ろにカメラつけて、で私が前の方に、あの時は私はまだハンドルつけてたんだったっけ。で二元放送やったんですよね。しかもマリオさんは e モバイルで私はフォーマだからぶつからないっていう。延長はなしです。普通にやってます、一枠ずつ。初見さん今なんて、初見さんいらっしゃいませ。その後はちょっと聞き取れなかった。北海道っぽい。これで上に雪降った時用の矢印があったら本当北海道ですね。自転車で、いや私は短い方ですよ。だいたい5、60キロ。ライダースの話内緒でございます。その方向に景色が、ネタはつきますね。コオロギ鳴いてますか。鳴いてますね。そうや、こっち来てから結構宿の中でも虫見るな。コオロギも見た。箱根は2、3回行きましたけど、好きな道ではないです。あそこ車多いので。車が多いと道端で休憩しづらいんですよ。精神的にもつらい。箱根のに登る道の中では大観山ぐらいかな。心細いってのはあんまりないんですよ。10年間自転車旅行してきてさらに麻痺している気がします。一人で寂しいとか心細いと思う気持ちがなんかなくなってきてるような気がする。防風林かな、どうかな。別に海の近くではないですけど、嫁候補はついさっき女性見ました。女性サイクリストでキャンプ装備でした。100メートルで分かれました。
延長割引？あ、いや、これ30分ごとに一般枠を取り続けます。いつ雨が降り出すかわからないので。あ、斜力温泉ってこれか。ああ、駐屯地の近く通りますよね。こっち行けるのかな？あ、クロスバイクで楽勝です。あ、お疲れ様です。斜力温泉ね。お疲れ様です。おう、あれなんだ？なんか木の棒がいっぱい入ってるように見えた。ホタルですか？もう遅いんじゃないかな、いくらなんでも。よっ、11時半か。お疲れ様です。らしいのですね。終わった。とりあえずピークまで来て。お？こちらは防災津軽広報で遅い。エコーかかるのを想定して喋ってるのす。まかな。もなく午前11時30分ではい。え、今の時報なのか。初めて聞いた。なんなの。もしいいな、放送中だったらもっと今のネタにして盛り上がったというのに。PC が熱くなってきたな。いらっしゃいませ、ちょっとお待ちを。上り速度は安定してますね。よし、いらっしゃいませ。じゃあこっち入れて、ちょっと今日はケーブルが、このヘッドセット使うとケーブルの量がさらにひどくなるな。よし、いらっしゃいませ。じゃあ続きます。さっきちょうど放送の切れ目にそこのスピーカーからアナウンスが流れたんですけどね、こちらは津軽市、なんだっけ、津軽なんとか防災センターです。まもなく11時30分になります。で、ピンポンパンポンで終わっちゃったんですよ。 あれって時報だったのかな。 11時30分になるという以外の情報は、あ、津軽市だ、やっぱり情報はなかったので。あ、いらっしゃいませ。今放送大丈夫ですよね。電波いい感じだった。11時30。工場とかで交代で昼休み取るために、時報が別々になったり、時報というかタイミング別にしたりしてますけどね。そう、自転車変わりました。ビアンキのカメレオンテ3、黒いやつ。やった。いらっしゃいませ。で、以前のマウンテンバイクと
フルーツからいらっしゃいますよ。嘘つけ、そこけ。なんだっけ、あ、そうそう、以前のマウンテンバイクから違和感ほぼなくなりました。そう、島道場号から今は暫定糸トンボ号。試験さん、いらっしゃいませ。スポーツ何にもしてませんでした。学生時代は高校からはパソコン部みたいなところで、お、いらっしゃいませ。何から来ましたって聞き逃した。なんて聞こえた今、くし、な、ダメだ、頭の中で音が再生できない。なんで支店入ったの。まあ30万程度のチタンマウンテンバイクじゃちょっと私には道具的に足りないかなと思いまして乗り捨てました。ん、聞こえなくていいところから、あ、いらっしゃいませ。聞こえなくていいところってどこだ。ハトロダとかじゃないよな。はい、あ、サスペンションついてないんですよ。なので、あの、歩道に乗り上げるときだけ今のところ気になりますね。降りるときはまあ体のクッションでなんとかなる。ん、あ、引っこもり気味でしたね。そう、ずっとまっすぐです。あ、まだいいか。確かこの先、あの、13個の海側の道に行く道が2通りあって、そう、30万のルック車ごときじゃちょっと私の脚力に合わないかなと思って、で、今アルミの高級クロスバイクでございます。チェーン車乗ったら脱出できます。保証します。乗ったのは12年3年ぐらいかな。あ、昼飯は振り返り、あの、おにぎりがあるので宿でもらってきた。そう、アルミです。アルミフレーム、マウンテンバイクのアリビオっていうグレードのコンポ。ん、どこ登りました。白神山地の方は今回行ってないんですけどね。あ、昨日、ある意味じゃなくレベルダウンではあります、自転車のグレード的には。昨日の夕食は、あの、民宿としての夕食じゃなくて食堂で食べたんですけどね。あの、自転車野郎を、自転車のハードの進め、私はあまり分かってないんですよ。とりあえずクロスバイクで買うんだったら、万人に勧められるのかどうかわかんないけど、私が今乗ってるこのビアンキのカメレオンテ3っていうあたりは結構クロスバイクの中でも若干軽いか、そうでもないかな。で、あと何が良かったんだっけ、これなんで選んだんだったっけ。まあなんかいい感じだったんですよ。もう基準忘れたな。68円か、毎日乗ってたらですね。ああ、色はですね、あと、そうそう、店頭にあるかどうかっていうところが大きかったです。あの、もうすぐ買って使いたかったんで。今店頭にあるのはジャイアントとこのビアンキと、あと、ああ、そうそう、ダバーナも、そうそう、ダバーナできればあのフレームに完全に貫通した形のダブ穴がいいんですけど、うん、お値段もカメレオンテは1から5まであって、で、5が一番高級なんですよ。数字的に珍しいんですけどね。カメレオンテ1が一番安いで、2と3と4の違いは何だったっけ。確かこのカメレオンテ3はマウンテンバイクコンポでギア比がかなり低くできるよって、峠とかでもゆっくり登れる。カメレオンテ4になるとロードバイクのコンポになってかなりギア比が違ったはず。あ、雨が跳ね返って、ただ昨日走って思ったんですけど、あんまり土砂降られてると下から跳ねようがなんだろうとか関係ないです。あと、雨装備完璧にもう固めてしまってると、まあ靴なんかはどうしても濡れてしまうんですけど、それ以外はかなり、かなり無事って変な表現だな。ほぼ無事でした。あ、ないと思って、あの、天気がでもまた悪くなってきたな。特殊な、そうですね、どこででも修理でき、あの、店に持って行ったら修理できるようなやつがいいです。あー、なんか雨が降るかもしれない。降ってきたらまた中止しますね。まあこれだけ放送というか録画もできれば、まあこの道のハイライトは抑えたということでいいかな。
ああ、普通普通。してないわ、今。あ、いらっしゃいませ。雨はまた降ってきそうです。ちょっと空の色が黒くなってきて、空気も少し湿り気が増えてきたような感じです。うん、あ、今なんてなんて。何を貼り付ければ。青森、まあ人があんまり住んでないところは電波薄いですね。うん、あ、自転車変えてます。今までのチタンのマウンテンバイクは思いっきりフレームにひびが入ってしまって、あれダウンチューブでいいんだったかな。ダウンチューブっていうところ、ハンドルの下のあたりのフレーム、ビアンキの何が逃げてきました。あ、そうだ、あと今回候補として考えてたのが GT っていうところのタキオン3っていうのが色的に最高だったんですよ。まさにトトンボ色、黒と青の。だけどそれはどこにもなかった。自転車変えた。そんなに前の自転車のイメージ強いんですかね。ていうか自転車、私が何乗ってたかっていうのはそこまで意識されてたのかな。あ、ここだ。ここでまっすぐ行っていいかどうかが今回ちょっと迷ったとこなんですよ。うん。理解できない。ここからまっすぐ行っていいんだっけ？この先なんか駐屯地の近くを通るので、ルート検索だとこっちの道は確か出たんだっけ、出なかったんだっけ。こっから一旦右に寄れて、国道かなに合流するのが、ルートラボじゃないや、ツーリングマップルでおすすめルートになってたんですよ。まっすぐ行っていいのかな、これ。泥水、なんだっけ。ちょっともう一遍曲がり角行ってって、車こんだけ行ってるからいいよな。あ、下からの。ちょっともう一遍曲がり角のとこで、なんかこの先、行けませんみたいなのがないかどうか確認してきます。天候変わるの。この辺りで降られたらやばいな。雨装備に変えようにも、もう雨宿りできる場所がなくて、バッグ開けた瞬間に水が入ってくる。50万、私はそう思いますね。今使ってるやつと違うけど。ないな。機材、ああ、結構おかしくなったのあります。マイクおかしくなった。俺はシェフ？この道。これ行けるのかな？行けるんだろうな。まっすぐ行った方が近道になるし。音声だけ。ちょっと今いるところからまっすぐ北上していいものかどうか迷ってたんですけど、行くか。こっちの方が近そうだし。うん、曲がってる道。予定ルートでは右側に迂回して、あ、東側か、東側に迂回してるんですけど、問題ないようだったらこっちから行ってしまおう。あ、村の名前が車力村なのか、ここ。といっても、人力車とかのあの車力と関係あるのかな。あ、止まってます。GoPro ロックがまだ続いていますね。よし。ああ、また電波悪くなってきましたね。ラグが。まあどうしようもないので、電波が良くなるところまでは行きましょう。あ、良くなるところまでというか、良くなることを期待していくしかない。いいところ。場所の話ですかね、今走ってる。
ああ、ディスクブレーキ。ディスク、チタン、あれなんで割れたのかな。輪行が原因なんじゃないかな。ん？コンセプト。8万。ああ、もう前乗ってたのは30万だからな。8万円はなんかお手頃なってイメージでした。だから4分 ?11 時43分。ですね。ヘッドチューブの1本下に向かうやつ、あれがダウンチューブですよね、確か。あの下からのその泥跳ねを受けるパイプ。ああ、よく考えたら泥除けの形に作り込んだあのフレームがあってもいいんじゃないだろうか。戦車の色が緑色ですね。今回も緑色にできればしたかったんですが、でビアンキのやつも確かに緑色っぽい色を選べるんですけどね。ああ、まっすぐで、とりあえずまっすぐ来てしまいました。チェレステグリーンのあの色が私はそんな好きじゃないんですよ。なんか白っぽくて、あの 緑色のみずみずしさというか青っぽさもなんか足りないなと思って。パステルカラーとしては綺麗だと思うんですけど、青とか緑色方面の色としては私はなんか白っぽすぎて好きじゃなかったんですよね。で黒くしてしまいました。あ、まっすぐで、確か白と黒とチェレステグリーンがあるんだったかな、このカメレオンテ3は。まあ、黒だったら汚れも目立ちにくいかなと思って。白は黒く汚れるとあっという間に目立ちますからね。カーボンフレームですね。20万だったら結構いいんじゃないのかな。ただ私はフルアルミが、本当はフルアルミが良かったです。あのカーボン早速あのこのフォークの表面のどっかが早くも削れ始めてたんで、強度的に気にしなきゃいけないと。あ、牛だ、牛がいっぱいいる。そう、私はお金持ち、旅行でももういくら使ってもいいですから。まあでも実際どうしても高いところに泊まる勇気はないんですけどね。黒いつぶつぶが映るっていうか、ラグがあるのか。あの遠くに見えてる黒いつぶつぶは全部牛です。全部で100頭ぐらいいるのかな。あ、喉、あ、そっか、国道の方いたら店とかあるのかな。まあ今必要ないですけど、私、あでも多分回線細かったら一緒だと思います。ん、ビアンキ、え、ビアンキって、ビアンキってそもそもどういう意味だったっけ。屏風山牧場か。走りながら走るのは平地は大丈夫です。登りはさすがに辛いですね。だから登り中はまともに応答はできなくなってます。台湾と中国、中国でもフレームというか自転車を作ってるんだったっけ。あのこういうスポーツ系の。あ、おはようございます。13個まであと5キロ。タッピー崎まで42キロ。20じゃない、42キロ。途中峠があるからな。でも最後峠越えて下って、多分もう暗くなり始めてる頃で少し寒くて、そこであのホテルの500円の温泉とか入ろうもんならもうたまりませんよきっと、っていうところまで想像済み。13個まであと5キロで出てました。行かなくても。あとはその午後から天気が崩れるらしいので、それでどうかですね。あ、放送しております、こんにちは。素材、あの表面に直接的なあの傷とか受けないっていう前提ですよね。
私は輪行でかなり傷がつくんで、カーボンだと本当になんか強度に影響出そうで怖いんですよね。あとへこんだりするって聞くし。あ、バスレかバイタってことですね。うお、何かと思ったら、おお、こちら釣りの少年たちがなんでこの時間にこんなとこで走ってんだ、ママチャリで。ツーリング集団かと思ったら釣り集団か。今自分でツーリングって言い始めた時には気づいてなかったけど、ツーリングじゃなくて、あ、電波良くなりました。カーボン、あ、しじみらしいですね。しじみラーメンもあるってさっき聞きました。釣り集団か。北海道はかなり行きました。毎年夏休みに9日間か10日間休みを取って北海道に行くっていうのを合計10年ぐらいやったので。カーボン、いや、なんか表面にがへこむとか、ん、何があったり、この性格で。それはなんか短期とかそういう話かな。釣りには何よりも根気が必要らしいし、いや、今想像で言いましたけどね、多分釣りには根気がいるんだと思う。13個はこの辺りにたくさんあるのが全部で合わせて13個ってことかな。リアル釣りロボ北海道だって意味がわからない。打撃とか、そうそう、何かにぶつけ、例えばこんだけにも積んでると、その状態でフレームが、例えばそのコンビニに止めるときにコンクリの角にギュッと押し付けられたりしたら、それだけでへこんだりしないかな。ん、どれだけフレーム、ん、ああ、そうか、シマノ、確かにシマノ共通。オール金属の方が安心ではあると思うんですよ。夏北国牛よっと。ああ、やっぱ昨日放送してなかったんで、ウエストバッグもつけずに後ろのキャリアにウエストバッグ積んで走ってたんですけど、尻の痛みが違うな。尻への負荷が結構違う。え、短距離が向いてる。なんかその釣れなかったから地段だ踏んだりする方がいいのか。あ、ハードテール、そうですね、そうですねって、作りが簡単だし軽いしメンテ楽そうだし。ん、目標って何でしたっけ。カーボンはいくら導電性高いと言ったってそこを狙って落ちてくるってことはないと思いますよ。よっぽどなんか周りが完全まったりとかじゃなければ。ん、ね、釣りであるてぐら、あー、フレーム、あー、そうですね、できるだけそうならないようには気をつけて立てかけてるんですが、カーボンはそうですね、ファイバー炭素繊維の周りをプラスチックの、まあ、樹脂でそれを周りを固めてるって感じですね。あ、今ここなんか GPS おかしいらしいんですよ。 iPhone のGPS ハードか、あるいはソフトの問題だと思うんですけど、しょっちゅうこの GPS がまともに動かなくなる。なのでこれは今ここサーバーとかそっちの問題じゃなくて、私のこの iPhone の端末の問題です。3まで、これ今13個かな、まだ違うか。そう、平日なのに彼らはなんで、釣りのアルテグラ、ん、地元民、あ、さっきのラグが、これラグか、ダメージが蓄積、あ、そうなんですか。金属も金属疲労とかいうのがあるんじゃないんでしたっけ。あ、村の名前が変わった、車力村から市浦村かな。これ時、ああ、それ私が子供の頃父に釣りに連れてってもらったりしてた時には、なんかグラスファイバーっていうのが高級品でしたね。ん、夏場の何が汗で、日焼け止めですかね、は流れると思います。なので本当は
ちょくちょく塗り直した方がいいらしいです。でも塗るのめんどくさいんですよ。あ、本当に。あ、五所川原市になった。あれ、また名前が変わった。あ、この辺結構市浦村って書いてあったり、五所川原市って書いてあったり、混じってるな。やみつきらしいですね。水中カメラでやってる釣り放送とかすごいですよね。本当にどうやってその針の方に、雷、阿蘇山でサイクリストが雷で亡くなったっていうのはツイッターで気をつけてくださいって言われて知りました。でもそれも運ですよね。特になんかその落ちやすい、最近になって雷が増えたとか落ちやすいってわけでもないだろうし。13個は右側に見えてくるのか。左のこれは海じゃなくて、泳いでる。あ、明神沼、これも沼なのか。じゃあ淡水なんですね。角とかに、あー、釣り熊、もうなんか復唱してると本当にバカみたいだ。しかもこの多分動画の方、GoPro 動画とか、まあ放送もそうですけど、読み上げが聞こえてない状態で私だけが釣りとか熊とか言ってるわけですよね。シウラ、あ、シウラって読むんですか。訓読みと、あ、音読みと訓読みが混じって聞こえるけど、シウラ。じゃあ、シウラ後ろとかいうネタは使い古されてるんでしょうね。使い古されてるとか今通じないか。シウラ後ろ後ろ、うん、見頃。あ、上りはどうだろう、痛い感じますよね。やっぱカーボンロッド、ラグすごいですね。さっきからコメント聞いてると。で、1個どうなんでしょうかね。13個というもの自体私はこっち来るまで知りませんでした。失礼ながら12個も知らなかったけど。で、12個と13個あれはなんか関係があるのかな。黒森、いや、グラスファイバーはガラスが入ってるわけですよね。ガラス繊維が入ったなんだろう、やっぱり樹脂で固めてあるものなのかな。なんか触った感じプラスチックでしたけどね。トフトまた悪くなってますか、電波。木の幹、え、あれのことですか。本当だ、なんか黒い。え、これなんか焦げてる黒さじゃないですか、違う、変な黒さだ。え、今なんか映って見えましたかね、 あの黒いやつ。なんか木の片側の方がすすみたいな真っ黒に見える。点々の黒いのがって何分前だ、10分ぐらいか。シューラもすごいラグだ。電波弱いな。朝繊維、あ、今のカニか。朝ですか。後ろ、古いじゃないや。わさおは、あ、ちょっと分かんないです。あそこでは放送試してないので。あの辺りあるんじゃないですかね、多分。竹製か、私はその辺は実用的に問題ありそうで、はあ、あれは実用というよりはデザインとかステータスとか、そっち方向なのかなと思うんですけどね。デザインとステータス一緒するのもあれだな、
なんかこんな地理的にとんでもないとこなのに建物が増えてきた。あ、来た。こっちもいつ降るか分かんないですね。本当になんか変だな、あれ。ちょっと見てきていいですかね。よっと。自転車ここに置くと電波はどこまで来るかな。まあいいや。今日はタピザキまで行くつもりで、初見の方いらっしゃいませ。タピザキかその手前ぐらい。なんか松の木が黒すぎる。よいしょ。やっぱ黒すぎる。なんでこんな黒いんだ。あー、切れた。完全に電波切れた。これ焼けたというわけじゃないのかな。真っ黒だ。気になるけど分からん。よっ、お茶。切れたままだな。ワイヤレスネットワークに接続できません。変わった音だな。雷の音がした。あれ、繋がらない。あれ、もしかしてこのタイミングで同じタイミングでポタファイが落ちた。熱で落ちたかな。完全にこの中で密閉してから使ってるんですよね。あ、やっぱり落ちてる。しばらくバッグの方に入れとくか。よっと。そう。あれ、これ何点滅してるんだ。
電源も切れなくなってる。そんなに積もってないけどな。なお、ローディン。立ち上がった。あれ進まない。モンペラフ。あ、今度は立ち上がったな。よし。今頃コメントがどんなことになってるやら。あ、いかん、こっち入れたら。つながった。マクトリーで あれ、中止。ああ、終わってしまったな。じゃあ次は取るか。ペースト、コピー、よっと、ペースト、そこで、よし。すいません、枠終わっちゃいましたね、さっき。あ、いきなり喋り始めても通らないかな。さっきは、あ、電波が上り速度が出てない。FMLE 厳しいですね。とりあえず移動しますか。あ、まず映ってますかね。まあ移動しよう。いい匂いが。いやー、なんかしないですね、ここだと。その前に。うわ、うわー、なんかチョコレートの中にアーモンドが浮かんでるお菓子になってる。中で破裂しなくてよかった、これ。でもどうしよう。ちょっと、これコンビニルトだと危なすぎるな。一応ビニール袋の中に入れて、その前にちょっと
アーモンド回収できるだけして食べとこう。うわー、あ、いらっしゃいませ。もう全部食べるか。アイス、あのアイスじゃないや、チョコレート絞り出して、電波みたいですね。まあ美味しいけどもったいないな。携帯はどこで食べます？公園かなんかあればおにぎりを。ああ、よかった、中で破裂しなくて。ちょっと移動しないと真っ暗なの。豆腐全くいってないままだな。陸奥湾ってどれだっけ？青森市が、ああ、閉まってない、いらっしゃいませ。まあ一応横から下に押さえつけてしまってはいるけど、よいしょ。お食事、今チョコ食ってました。完全に溶けてペーストになったチョコレートの中にアーモンドが浮いてました。うわわ、チョコレートの話かな。あ、今じゃあゆっくり流れていってるんだ、自転車。あー、すごい楽だ。グロい見えましたかね今。あ、そっか、チョコフォンデュか。いいこと言いますね。イエス、チョコフォンデュ。そうそう、チョコフォンデュ。あ、この辺りなんか北陸のマガキがあるとこみたいだ。ラグすごい、ラグすごいカオスだなっていうのが今来てます。あ、シューラの街の中。おにぎりチョコ冷蔵庫に入れたら、そうですね、水道で冷やすとか。いらっしゃいませ。ほー、あ、イベントありがとうございましたけど、どうだろう、タイムラグでずれたかな。あ、袋。あ、またか、またのさーしか。おお。ああ。暑いですね。本当だ、市街地。市街地。てか、本当にこれ北海道のあの、小さな集落って感じがするな。あのタンクもあるし、コストアウト。こんにちは。今のところ晴れてます。すごいラグだな。こっちの周り、とりあえずあのグローブについてしまいました。拭っても拭いきれなかった。なんだ。どういうかな。あ、店はあるな。ラーメン屋さんとか。これは昔あの13港って書いて、GPS はちょっとわかんないです。後で確認します。この辺りの13港って書いて、土佐港っていうところとして、しじみ雑炊、しじみラーメン。あの土佐港っていうところで、あの昔北、あの東北一番に栄えた港だったそうです。とツーリングマップルに書いてあった。だって舐めてくれる。
それはエロいな。それはエロいな。松。今、黒い松を見に行こうとしたら、そのタイミングでポタファイが熱で落ちちゃったみたいで、今、ポタファイだけ、外に出してます。自分のベルトにぶら下げてます。ストラップつないで、誰かくしゃみしたね今。今いるところがもう、よっしゃ、知らんわ。ああ、店はパラパラありますね。何してるの？自転車旅行。散乱。私は散乱はしてない。ボトルはこれ確か900だったかな？こんにちは。ボトルケージにぴったり入るサイズってことで、前、ネローさんが、から教えてもらったんで、チョコ汁。てか、いつまでその話題なんだ？あ、またしじみラーメン。醤油ラーメン360円安。売っていきたいけど、おにぎりあるからな。前、道の駅のうどん屋さんでおにぎり持ち込ませてもらって食べたことあるけど、6日1。平日。あ、それもありますね。そう、ラグが大変なことに。皆さんに読み上げが聞こえてない分、さらに立ちが悪いですね。会話になってない。カップラーメン、私はどうしようかな。おにぎりとあとラーメンでも作るかな。水がいるな。そして、あ、そっか。水持ってきてよかったよかった。あ、水じゃない、ペットボトル。だいぶ前の米ですね。本当にしじみ多いな。しじみの販売とか、しじみラーメンとか。あ、13個見えた。13個って読みでいいんですかね。土佐湖じゃなくて。なんか妙にいい天気です。雨が降るよ、だと思ってたんだけどな。あ、改善しました？でも、湖の方行ったらまた分かんないな。うわー、海にしか見えない。あ、13個に今来てます。あー、むせた。それも2、3分、もっと前か。海だな。あ、画面が。じいちゃん。あ、あそこに風力発電。ここも風が強いんですね。ちょっとこれパノラマ撮るには、つなぐための特徴が少ない。乏しいな、特徴に。パノラマ撮りづらい。あっちに結構でかい山が見えてるけど、あれを越えていくのかな、タッピ崎は。タッピ岬、タッピ崎。あ、ラジオ放送。電波もどうしようもないですね。じゃあ、この湖沿いどこまで行けるのかな。まあ、なんかすぐ終わりそうだけど、行ってみましょう、こっちの方。静止画音声。クション。あ、クション聞こえた。何分前だそれ。アーモンド。サムラ。どっかの家の人だと思いますけどね、さっきのくしゃみは。数分前のくしゃみは。民家もあります。ご飯も少し。
お、あ、ありがとうございます。いってらっしゃいませ。回復してますか？家が斜め。GPS ちょっと確認しますかね。iPhone の方の 今ここアプリがおかしくなってないか。あっち。よいしょ。向こうの黒い雲から雷の音が聞こえる。今ここは、アプリがサーバーにつなげない状態に落ちてたかな。おにぎり持ち込むのがちょっと厳しいかなと思って。骨折。サーバーに届いてないな。まあとりあえずアプリの方は修正したんで、これでダメだったらサーバーの問題じゃないかな多分。3分54分近くか。ひどいな。まあそのぐらい時間かけてFMLE のストリーム送ってるんでしょうね。湖の雪だけど、なんかあんまり休憩できそうな感じに見えないな。肝臓、あ、それ酒に強いって意味かな。進む。よいしょ。13個ありがとうございます。トサコじゃないんですね。15時でもそれまで持つんだったら結構今日はラッキーだったかな。これ自転車、13個ですね。自転車こっち側走れラインか。無茶だなあ。お疲れ様、ありがとうございます。こんなとこに線引いたってほとんど意味ないだろう。わ、ちょっと、しかもこの自転車側であろう車道側は凸凹多いし、柱があるし、草生えてるし。スマホじゃん。よいしょ。とはするけど、もう電波の問題ですね多分。アスファルト配信。あそこになんか形の綺麗な山があるな。あれはなんとか富士とか言うんじゃないでしょうか。湖、ここ。湖というか本当に海にしか見えないで、こんだけのこのでかい湖と海とつながってるのがこれ。寒ね。うわ、西の方からなんか来た。湖と海がつながってる場所ここだけ。向こうの方なんかちょっと茶色い水が流れ込んできてますね。12時21分。放送ワクワク、あと10分ちょいですね。風力発電半分以上稼働してるな。息を除いて全部稼働してる。電波。橋の向こうにもまた海がある。そうか、斜めに向かって若干西側に傾いた状態か、この道は。うわ、マジ湖ですね。ビアさん出てる。今ここが何だろう。あと向こうの断崖絶壁はすごいな。しかもデジカメで拡大で撮って後で動画には重ねますけど、すごいギザギザ。おにぎり。
ぱこれ車道走るべきだな。あ、でもここはまあ走りやすいか。お、こんにちは。5分後の未来から。どうなるんだ。ちょっと頭の中でよく分かんなかった今。そう、5分前。多分回線細いから FMLE のストリームがそんだけのラグがないと到達しない、あのサーバーにたまらないんだと思います。過去の風景、ああでもそうなるのかな。どうなるんだっけ。うん、あ、肉まん。なんかこの先 中島か中之島っていうのがあって、そこに渡れるようになってる。ずいぶん前のみたいですね。中之島に渡っていい場所があったらそこでおにぎり食べるか。水があったらラーメンかなんか作りたいとこですけどね。残像。うん。アスファルト。ん？ああ、それは2コマあるってことかな。うん。あ、あった。中之島に渡る橋。通常配信にした方がまだやり取りできるかな。 あ中之島で会ってた。あ、なんか半道の駅みたいなのがある。あ、ソフトクリームいいな。まずはソフトクリーム食うか。しじみソフト、しじみソフト、しじみソフト。おっとちょっとちょっと、ギアが当たる。よいしょ。ちょっと、雨雲ですよね。降り始めたらもう放送やめます。 GoPro も停止しないと。すぐ曇るし。通常配信に変更。512でもこんなもんか。うわ、上り速度が1桁0。30、37、あ、150、100上がり始めた。100前後だから、通常配信、今通常配信に変えました。音はつながるぐらいになってきたかな。これでラグは結構減るんじゃないですかね。ラジオ放送でが来たか。今コメント読んでると橋が見える。なんて言ったんだ今。で、しじみキーマカレー、しじみラーメン、しじみ汁、しじみソフト。しじみソフトはなんかその今のこの喉乾いた状態であんまり食べたい感じじゃないかな。そう、あのなんか店がいっぱい並んでます。お昼、あ、確かにここでなんかしじみ関係の汁買っておにぎり食べるのはいいですね。あ、じゃあそうするかな。どれがいいだろう。しじみ汁、しじみ汁、あ、なんかオルニチンって聞き覚えある。修造いない。修造ってあのなんだっけ、あれ修造翔平、なんか頭の中で混じってるな。あ、今ここ回復、なんでだ。観光地だから電波良くなったのかな。じゃあちょっとそこら辺借りてしじみ汁買っておにぎり食べる感じかな。雨がもう結構近いですかね。ああ、近いな。
じゃあこのまま降り始めたらもうここのテントの軒先とかのトイレの先を借りて、でもう雨装備に変えて、もう放送は諦めて走る感じかな。まあ13個まで来たことだし、向こうやばいですよ、真っ黒です。ソフト後で食べようかなと思います、デザートとして。よいしょ。冬は寒いんでしょうね、雪もすごいんでしょうね。ここのこれが外れにくい。深町くん誰？じゃあおにぎり出して、体重64、5キロです。今身長168なんで、標準体重よりは少し重いです。峠配信は多分一番雨がひどい時じゃないかな。カーボンフレーム、実はカーボンフレーム、よいしょ。じゃあこれで、通常配信にしたんで、FML みたいにじっくり送って映像流すって感じじゃないので。じゃあ、これはですね、まあ穴が開いてること自体が問題じゃなくて、こことここに体重かかるっていうのがメインかな、私の感じとしては。よし。ふう、何キロ走ったかな、午前中で。30キロぐらい進んでたら嬉しいけど、黒になってます。走りながら排泄、そうネタもう聞き飽きたよ、もういいよ、聞き飽きたよ。どこやりやすいかな。どうしようかな。